こんにちは、こんばんは、高畑舞です。病院にいるんですけど、最近すごく体中が痛くって腰を痛めてしまったみたいで、ぎっくり腰の手前みたいな感じになっていて、体全身がすごく痛くて腰の痛みとかが頭にまで来てて、めちゃくちゃ頭痛もするんですよ。体の痛みのせいですごく体調が悪いです。久しぶりにこんな痛みが来たので本当にびっくりしてます。なんか最近食欲もあんまないんですよ。私の今の周りはこんな感じになってます。いろんな機会があるんですけど、みんな仕事とかで、だから家族にはまだ伝えてないので、痛い、めちゃくちゃ痛い、もう無理や、もう死にはしんけど、もう死ぬほどの痛みでもないけど痛い。視聴者の皆さん助けてください。めっちゃ痛い。腰の痛みのせいで今こう人生初通院です。痛い。ほんと痛い、やべって。こんないろんな機会ある、ちょっと怖めなとこで一日を過ごすなんて本当に怖いです。もう兄貴1000万取ってから会ってないんで、もう何をしているか分かりません。お父さんとお母さんは仕事行ってるし、いや、まずお母さんに電話かけたいと思います。ママ、はい、腰痛くて、ママお見舞い来てや。マジで体痛いねんけど。ごめんママ、今忘年会しとるねん、友達と。忘年会前を差し置いて忘年会ですか？いきなり痛くなったな、もうそれは。わからん、バレエとかたまに最近しとるからそれもあってかわからんけど。でも頭も痛いねん、そのせいで。頭関係ある？え、だって腰の痛みから来るって言うやん。いや、ほんと頭痛いねん、痛い。とりあえずちゃんと見てもらおう。ママだって今無理だもん。パパとリュウに電話する、とりあえず。うん、とりあえず電話して。ねえねえ、ママ今から行かんのかな、大丈夫か？ママの、まあ、でもママの忘年会邪魔するのは悪いからいいわ。優しいね、マイはやっぱり。なんでママに言わんかったん、先に。だって言えないもん、こんなこと。なんてすぐ言ってよ、ママに。大したことないやろなって思っとったけど、大したことあった。でも何でも言って。お母さんは来てくれません。では次、お兄ちゃんに電話かけていきたいと思います。あの人は1000万を奪ってからどこへ行ったのかよくわかりませんが、まあ私のことを心配して来てくれることを願っています。もしもし、あんた1000万持ってどこ行った？まゆさん、本当に言っとる？ねえまゆ、腰返さんと俺無理やって、俺全部使うよ。まゆにも山分けしてあげるけど。でもそんなことはもうどうでもいいんで、今体全身痛くって接骨院あるげんけど、本当にぎっくり腰手前で、本当に歩くのもきつくって頭まで痛いげんで。は？本当に痛いからマジで助けてよ。まゆ一人で来てんよ病院まで。待って、マジで言ってるお前。うん、え、ちょカメラで見して。ねえほら見て、本当に来たんげんて。マユどこにおる？だぁ、いかずや。ごめんって。お前言えや、先に言えや。お前ダメやって。パパに一言言うてから乗せてちゃったのに。ごめん。病院一人で行くん？だってなんかみんなどっか行っとったし、おらんかったし、あまりに痛くなりすぎてさすがにやべえなと思ったから電話した。じゃすぐ病院向かうわ、うん、向かうわ今、うん、やばい、結構もう体限界。安静にとにかく今動くな。うんなあ、うん、先生どこにおる？他の人見とるから。そうなの、向かうわ、そっち、うん、レオと一緒に行くし、はい、本当に、うん、無理すんなよ。うん、早く来て、早く来て、分かった。って、うん、迎えに行くわ、うん、迎えに行くわじゃねえわ。お前言えや、ちゃんとそんな。分かった。言えや、お前本当に来てくれるんでしょうか？あ、来たみたいです。はい。おいおいおい、大丈夫か？おいお前言えや、おいどういや、お前。うん、痛いんや。大丈夫なんか、お前。あれれれれれれれ、ガチやん。うん、あれはガチやん。え、何、頭も体も全部痛いんやろ。うん、あれは俺も腰痛持ちやし、ようわかるけど腰曲がないやろ。お前何カメラ撮った？俺前撮影許可、撮影許可ちゃんと撮った？撮ったよ。お前大丈夫な？お前今までさ、人生で入院とかしようってなかったやん。めっちゃ目が持ってます。お前カメラやめるだよ、今。お前、おい、お前大丈夫な？足痛いのか？足はまだ大丈夫やけど、上半身が結構、腰骨のところがちょっとズキズキみたいな。で、腰の痛みが頭痛に来とるみたいな。あ、完全に筋肉が損傷しとるみたいな。動けよ。え、でもこの年でなるってヤバくない？けど結構重症なやつやろ。ね、年齢関係ない、はっきりとお前でもなるし。こんなんできる？こう立てる？ちょっともう危ない、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 危ない。一応できるかどうか。はい、大変って。ちょ、そこで立てるかどうか。立てんならぎっくりや。お前マジでもう、はい、布団かぶる。花束買ってきたから。ね、ありがとう。花束、カーネーション。え、お前今日ここ泊まらんなの？まだ診察がちょっと。待って、俺ぞずっと待っとるからな。お前この年末に何してんねん、お前。はい、家帰りたい。2人で持って帰ろう。2人で運ぶわ、じゃあお前のこと。うん、うん、診察終わったら運んで帰ろう。お前歩かんでいいからな。ちょ、お前危ないって、もう落ちるって。いや、
好き嫌い好き嫌い何しとるのお前パパの誕生日やぞお前今日親父誕生日です49歳のおめでとうありがとうじゃあ、はい、パパにあげる、うん、ダメやってこれお前にあげるやつお前ら産んで19年経つやんでもあんたから出てきたやん俺ら俺の肛門から出てきたやん今前お前腰痛めてそういう場合じゃないけどあ、大丈夫したりして何や大丈夫かって娘は今やダメなじゃあ家帰ってきて何かやりたいことある俺何でも叶えてあげるよカニが食べたい頭痛まで来るってのは結構相当なんじゃないだからあとお風呂入れたら入ってゆっくり体ほぐして柔らかいベッドじゃなくて硬いベッドに寝た方がいいから視聴者の皆さん私にエールをください何食べてもマジ吐き気しかしないんですよねマジでもうこれはガチなんでなんか食べるねもんあんま最近でもこの機械すごいねうん、すごいよねガチやん見たことないもん待ってこんな設備のところにお前行かんのになるってなんでたまたまこう来たん母校が近かったから知っとったで私は初詣に行くつもりでーすお前絶対行かせんぞやお前今日が3月1日うちにおろ絶対俺や無理無理俺お前のこと心配しとれんからマジででもワンちゃん私ここで年を越さなければいけませんいやお前そうやとしたら俺が一緒に追ってやっからうんお願いしますうん俺ほどだけでもマシやろ、うん、絶対やな、うんお約束です指切り現場指切り現場嘘ついたら針千本のます指切ったあーばごめんほんとごめん今のマジミスったすで前病院寄るってしとるさっき電話かかってきたって大丈夫のちょママ早く来てやだから今行けんちゃん迎えに来てくれるあ今迎えに行くからさ一応一回来た方がいいかもしれんお母さん来た方が前も安心すると思うでも前ママだもうちょっとしたら帰るほいたらうん私は電話かけたら誰が一番早く来てくれるか検証しとるんやママ普通やったらいつも言っとるんや前のこと心配し大好きやしけど今お酒飲んどるんやごめんねまあ前このまま体動かんくなったらどうしよう大丈夫視聴者の皆さんご迷惑かけて本当にすみません早く元気な姿を見せれるように復帰したいと思います頭痛かったら頭痛薬飲まな OK、うん、お前ロキソニンとかちゃんと飲んどる飲んどるよとりあえず今日一日もしかしたらこのままうん分かったでももし年越せんだとしたら俺ここに来るから、はい、ここで年越せばいいし俺とはいうん、それだけ言っとくぞ、はい、あの紅白とかここで一緒に見ればいいやんワンセグで、はい、これ最後の動画今年そうや嘘だもん書いてまたやこれ最後の動画です今年また去年2019年最後の動画ですよ皆さん2019年ありがとうございました来年は東京オリンピックですねひもこもぜひぜひ見に行きたいと思います2020年も頑張っていきましょうさようなら平野歩夢選手頑張って俺スノーボードするから本当マジ YouTube ユーザーにはね1年間お世話になりました本当にはいということでは皆さん元気にお過ごしください。良いお年を。バイバイみんな。良いお年を。2020年も会いましょう。チャンネル登録。グッドボタン。よろしくお願いします。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。大きな声出してすいませんでした。いやいやいや、いい。今度見てください。僕腰痛いんで。ありがとうございます。今度は僕撮影中。はい、みんな俺のことが嫌いだろ。だからこのザソースで俺を自分自身で痛みつけたいと思います。これ710万スコビルやから。デスソースが170万スコビルやね。あんま作らんといてよ。水飴みたいな。はいはいはい。チュルっていきやる。なにこれ、なにこれ、なにこれ、あっ、辛っ、待って待って、やばいやばいやばい、やばい、待って、やばい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 、ちょっと待って、マジやばい、痛い、痛い、よだれやば、待って、牛乳牛乳、ないないない、牛乳、待って、よだれ無限に出てくる。前大丈夫やった？どうやった？見てもらってどうやったん？今日一日だけ泊まってくる。なんか心理的なストレスがどうとか言っとったね。そうやね、お前のせいやな。そうなったらお前のせいやわ。心理的なストレスってお前しかねえやろ。だからこれ今年最後の動画ねんて。なんでそんなストレス与えるようなことあの子にさせるん？いや、俺してないやん。いや、しとるって。逆にあいつが俺に復讐したりしとるやん。俺と女を監視したい。でもなんで復讐心なんかっていうに至ったってことは何かわかるか？それは俺のせいか。お前、お前のせいや。お前のせい、すべてお前のせいや。何がある？お前へのストレスしかない。もうかわいそうやって。もうちょっとゆっくりさせてあげて。ただバレーボールで体痛めたのあるよ。あなたは負担をかけすぎ妹に。大事な妹ねんの？あんたの大事な大事な可愛い可愛い妹や。でもあいつ自分で動画撮っとったしな、これ。あ、そうなん？本当に体ひどくて、電話かけたら誰が家族最初に来てくれっかな、みたいな。病室で一人が寂しかったおばあちゃんしかおらんし。まあまあめっちゃ心配して、今すっげえ急いで帰ってきてんよ。一人で帰ってきてんよ。みんなまだ置いて。前電話かかってきて、あんたからもかかってきて、心配になって先に帰ってきてんよ。
んよ、一次会で。みんな二次会行ってんよ。まあ行ってん、心配しんでも行って。ほんでも心配するやろ、普通。お母さん、2019年もありがとう、本当に。2019年もあなたはママに迷惑かけたね。2020年はどんな年になるんかね。もう親には迷惑かけんといて。心配かけんといて。迷惑かけてもいいけど心配かけんといて。来年もよろしくお願いいたします。手取り2020年もよろしくな。ということで、2020年お会いしましょう。